どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、エアーカナダのマイレージプログラムのね解説、ちょっと前にねリクエストもございましたので、本日の動画ねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、最近ですね、このエアーカナダのマイルっていうのが、まあ個人的にもですね、非常に注目しておりまして、またね、こういった特典航空券のね、話で海外のね、ブロガーにもですね、かなりね、取り上げられているこのエアーカナダのね、マイレージプログラムなんですけども、まあちょっと前にね、リクエストもございましたので、まあ一応知っといてですね、損はないかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、エアーカナダの基本マイル情報からですね、紹介していきたいなと思います。ちょっとね、これに画像を出しておきますけれども、まずね、エアーカナダのアライアンスは、スターアライアンスっていった形になります。ですので、ANA とか、ユナイテッドとか、シンガポール航空などですね、一緒のね、アライアンスに加盟しております。で、エアーカナダのマイルはですね、発券先が誰でも OK っていう風になっておりますんで、またね、片道発券もできるっていう風になりますので、まあ、ご家族でなくてもですね、友人知人とかですね、そういった方を誘ってね利用するなんてこともできます。で、発券はですね、オンライン発券可能っていう風になっておりまして、またねマイルの有効期限はね1年間っていった形になります。非常に短いんですけども、使用またはもしくは加算とかがねあれば延長されるっていう風になっておりますんで、マイルをね交換されていればですね延長されるっていう風になりますんで、まあ期限になったらですね、マリオットポイントからねちょっとでも交換すればね延長っていう風になりますんで、ここはねそこまで気にしないでいくのかなと思います。で、燃油サーチャージなんですけども、エアーカナダのねマイルのおすすめポイントは燃油サーチャージがかからないっていう点ですね。まあ今ですね、ユナイテッド航空とかアラスカ航空とかもですね、またアメリカン航空とかもね燃油サーチャージかからないんですけども、エアーカナダもですね燃油サーチャージね基本的にかからないっていう風になるわけなんですけども、で数量はですね別途かかるっていう風になりますんで、まあ私が調べている感じだと、まあ必要マイル数とプラス1万円ぐらいでね、まあ発券することができるっていう風になりますんで、まあアラスカ航空とかとね結構似てるかなと思います。で、変更キャンセルについてなんですけども、ユナイテッドとかアラスカ航空とかとねまたちょっと違って、変更キャンセルはね結構厳しめなんですよね。まず変更に関しては60日以内が100ドル、60日以上はですね75ドルって言った形になります。で、キャンセルについても150ドルねかかるっていう風になりますんで、この変更キャンセル規定に関してはエアーカナダはねちょっと厳しめっていう風になっておりますんで、まあ先日ね動画で紹介もさせていただきましたけども、ユナイテッド航空がですね変更キャンセルね無料にしましたよね。まあ、こういった対応もですね、今ね、広がっておりますので、この点はね、ちょっと残念な部分ではあるんですけども、エアーカナダはね、こういった形になっております。基本情報はね、こんな感じになっているわけなんですけども、最近ね、海外のブロガーでよく取り上げられているのはですね、エアーカナダはですね、動画のどこかでもね、言ってると思うんですけども、シンガポール航空のビジネスクラスの長距離路線、シンガポールからニューヨークとかね、ここ世界最長路線になるわけなんですけども、ここに関してもエアーカナダのマイルでね、発券することができます。片道ビジネスクラス 87,500 マイルから発券することができるっていう風になりますんで、ここ確か17時間か18時間ぐらいのね、フライトだったと思うんですけども、まあこういったですね、シンガポール航空の長距離路線のビジネスクラスっていうのは、777とかね、エアバス380とか、最新鋭のね、機材に関しては、シンガポール航空はね、基本開放してないんですよね。ですので、ANA マイルもね、シンガポール航空と同じね、スターアライアンスで、同じね、アライアンスに加盟しているんですけども、ANA マイルでは、このシンガポールのビジネスクラスの最新機材っていうのは、短距離路線だったらね、発券できたりするんですけども、長距離路線はね、発券することができないんですよね。これをですね、エアーカナダのね、マイルは開放するようにしたんですよね。まあこれがね、どういった感じで、まあ手数料の関係が多分あると思うんですけども、まあこれはね、海外のブロガーの記事だとですね、非常に努力したんじゃないかみたいなね、まあそんな風に書かれているわけなんですけども、こういったね、クローズでね、利用できない航空会社のクラスもですね、エアーカナダね、マイルは利用することができるっていった形になるんですよね。
またですね、こちらも話題になったんですけども、エミレーツ航空のファーストクラス、こちらもエアーカナダのね、マイレージプログラムで発券することができるようになりました。このね、エミレーツ航空のね、エアバス380とかのね、ファーストクラスはですね、まあ知ってる方もね、多いと思うんですけども、機内にね、シャワーがついてたりね、するようなめちゃくちゃ豪華がね、ファーストクラスなんですよね。まあ、このね、エアバス380エミレーツ航空のね、ファーストクラスも発券できるようになることはなったんですけども、必要マイル数はね、結構多いんですよね。本当に20万マイルとかね、30万マイルとかね、平気でしてしまいますので、まあ、このエミレーツ航空のね、ファーストクラスっていうのは、どんどんね、発券することができなくなってきておりますんで、まあ、それでもね、お得にはなると思うんですけども、まあ、必要マイル数はね、かなり多いので、まあ、本当に利用されたい方は、まあ、利用するのもね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、まあ、エアーカナダの場合はですね、サーチャージもね、かからないっていうふうになりますんで、おすすめできるポイントではね、あるわけなんですけども、必要マイル数はね、多かったりします。またですね、ルフトハンザ航空のファーストクラスもですね、このエアーカナダのマイルね、発券することができるんですよね。これもね、非常にいいですよね。一応ね、ANA マイルでも発券することはね、このルフトハンザ航空のね、ファーストクラスできたりするんですけども、燃油サーチャージがね、ANA マイルの場合はどうしてもかかってきてしまうのと、このルフトハンザ航空自体ですね、私も昨年世界一周の時にね、ファーストクラス利用したかったんですけども、開放がですね、2週間前とか10日前とかなんですよね。ですので、座席数が減ってくると、結局開放しないみたいな。ルフトハンザのファーストクラスはそんな感じになってるみたいなんですけども、結局私はね、10日前、まあ前日、前々日ぐらいまでね、ANA の方にお願いしてたんですけども、結局ファーストクラスの変更はね、叶わなかったわけなんですけども、まあ、エアーカナダのマイルではですね、サーチャージなしでね、発券することができるっていう風になりますんで、サンフランシスコから、フランクフルトまで、こちらで10万マイルぐらいでね、発券することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、ルフトハンザ航空のファーストクラスをね、利用されたいっていう方もですね、燃油サーチャージなしでね、利用することができるので、こちらもね、いいのではないのかなと思います。で、エアーカナダのですね、おすすめポイントなんですけども、路線、どのぐらい必要マイル数かかるからって調べたくなるじゃないですか。で、これね、エアーカナダのマイル、こういった形になってるんですよね。保守をね、結んでいただくと、自動でね、必要マイル数が出るようになってるんですよね。これ本当にわかりやすくていいですよね。必要マイル数がね、一覧で出てるんですけども、まあこういった感じで、まあ発着空港を入れると、まあ必要マイル数このぐらいみたいな感じでね、表示されるっていうのは、本当にね、わかりやすくていいですよね。ぜひね、いろんな航空会社にね、導入してほしいなと思うんですけども、これは本当にいいですよね。もしね、気になる方はですね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、エアーカナダのね、日本路線の必要マイル数ね、一応まとめさせていただきました。こんな感じになっておりまして、東京からハワイ路線ですね、エコノミークラス片道3万5千マイル、ビジネスクラス5万5千マイル、バンコクとかシンガポール、アジア間ですね、エコノミークラス2万5千マイル、ビジネス4万5千、パリ、ロンドン、まあヨーロッパエリアですね、エコノミークラス片道5万、ビジネス8万、北米エリアがエコノミークラス5万マイル、ビジネス7万5千マイル、ファースト11万マイルということで、まあ、全てね、片道の必要マイル数になってるんですけども、一応ね、ファーストクラスは設定がある部分に関しては、11万マイル、まあ、ここら辺のマイル数でね、利用することができるっていった形になります。まあ、スターエランスっていうね、お話をさせていただきましたので、ANA のね、ファーストクラスも発券することができるっていった形になります。で、冒頭にもね、言ったと思うんですけども、燃油サーチャージはかかんないですけども、発券手数料はね、かかりますので、だいたい必要マイル数とプラス1万円ぐらいでね、利用することができます。で、私のね、動画のコミュニティ欄とかでもね、発信させていただいたんですけども、東京からね、サンフランシスコの ANA のファーストクラス、今ね、大開放されてるんですよね。もちろん ANA マイルでね、往復11万マイルぐらいでね、発券することができると思うんですけども、まあこちらもね、ぜひ気になる方、検索してみてください。で、こちらもですね、エアーカナダのマイルで発券することができるっていう風になりますんで、ANA だとね、必要マイル数はね、少ないんですけども、燃油サーチャージがね、確か11万か、そのぐらいね、
かかってくるんですよね。ですので、このね、エアカナダのマイルで発券していただければですね、燃油サーチャージね、かからず、こちらもね、利用することができますので、まあ、こういった感じでね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。やはりね、今、燃油サーチャージが高いので、燃油サーチャージがね、必要ないっていうのはですね、かなりいいのではないのかなと思います。それでは次に途中工期ですね、ストップオーバーとも言われているんですけども、このエアーカナダのねマイルのおすすめポイントは、途中工期がねプラス5000マイルで利用することができるっていった形になるんですよね。ですので、先ほど言ったねニューヨークからシンガポール、こちらね直行便がね 87,500 マイルで発券することができるんですけども、他のルートでねニューヨークからフランクフルト、フランクフルトからシンガポールみたいな、まあこういった路線もね選ぶことができるんですよね。まあこういった場合でもプラス5000マイルしていただくと、ニューヨークからフランクフルトで、フランクフルトで数日滞在する、その後フランクフルトからシンガポールに行く便に乗るみたいな、まあこういった感じでね、途中工期がプラス5000マイルでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ日本路線ね先ほど紹介させていただきましたけれども、乗り継ぎ便とかもね出てきますので、まあこういった場合でね利用する場合はプラス5000マイルねしていただければですね、途中工期、まあその乗り継ぎエリアでしばらく滞在するみたいなね、まあそんなことも利用することができるっていう風になりますんで、こちらもねかなりねおすすめポイントっていった形になります。ということで、今回ですねエアーカナダのマイルの解説させていただいたわけなんですけども、前回の細かい話で話したのかなと思いますけども、このエアーカナダのねマイレージプログラムっていうのは、片道ね最大6区間まで利用することがね特典で入れることができます。でこういったね複雑なルートはですね、残念ながらウェブではなくてデスクで発券っていう風になりますんで、発券手数料がねさらにかかってくるっていう点と、まあオペレーターはですね、あの日本語のデスクではできませんので、あのカナダのねデスクに連絡する必要がありますんで、まあ基本的に英語ができる方じゃないとね、まあこういったことはね利用することができないと思うんですけども、一応ね、片道最大6区間まで発券することができるっていう風になりますんで、私はちょっとね英語が達者じゃないんで、私が利用するっていうのはねちょっと難しいと思うんですけども、もしね英語できますよっていう方はですね、こちらもねかなりおすすめっていった形になりますんで、ぜひねあの利用してみていただければなと思います。もしねそのルートが知りたいっていう方は、海外のブロガーの方のね解説してるブログね概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。まあ基本的にはですね、最大何区間あの人とのマイルで乗りたいっていう方は、私の動画でねこちらで紹介させていただきましたけども、ANA マイルもですね、片道最大5区間までね発券することができるっていう風になりますんで、飛行機がね乗るのが大好きっていう方だったりですね、いろんな空港を利用されたいっていう方はですね、こちらの動画もねぜひチェックしてみていただければなと思います。まあ個人的にはですね、今回ねエアカナダの前に紹介させていただきましたけども、このサーチャージがねやはりかからないっていう点と、途中工期がですねプラス5000マイルで利用することができるっていうところですね、ここはねかなりいいのではないのかなと思います。今ねアラスカ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空とかね、まあここら辺がね燃油サーチャージかからないわけなんですけども、もうこのユナイテッド航空とかですね、あのエコノミークラスに関してはね非常に取りやすくてね、またね燃油サーチャージもかからず、発券手数料もかかんないんで、750円プラスとかでね発券することができるんで、非常におすすめなんですけども、やはりねビジネスクラス等々はねなかなかあの必要マイル数が多かったり、またねあのセーバー特典が全然取れなかったりもしますので、まあ、そうなってくるとですね、このねエアカナダのマイルはね結構重宝するのではないのかなと思います。またね ANA のビジネスクラスとかファーストクラスとかね乗られたい方も、このエアカナダのマイルであればね結構利用することができるっていう風になりますので、ぜひね参考にしていただければなと思います。で最後にですね、このエアカナダのマイルねどうやって貯めるんだっていう話なんですけども、エアカナダのマイルはですね、購入すると何パーセントボーナスポイントキャンペーンみたいなね、まあこういったのが定期的に行われております。それでね購入していただくのもねありだと思います。1ポイントね結構安いんですよね。今ね円安の影響で、今ね1マイル2円超えてくるねキャンペーンが多いんですよね、マイル購入っていうのは。ですけども、このエアカナダのマイルはね結構安めで 1.6 円とか、多分 1.7 円とかね、まあそのぐらいで購入することができますので、まあ購入して利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。もしくはですね、こちらですね、マイル最強カードといえばマリオットボンボイプレミアムカードですね。こちらも、マリオットポイントが貯まるんですけども、マリオットポイントからもですね
エアカナダのマイルね、交換することができるっていう風になりますんで、3ポイント1マイルですね。で、6万ポイント一気に交換したら、2万5000マイルでね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、こちらでね、貯めていただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。